あの、これでどうでしょうか。渾身の姿になります。ギョワー、男の部屋で無防備な格好をしないで。激変したクラスの地味女子に迫られている。なんでこうなった。赤い子、七熊高校2年生。好きです、俺と付き合って。ごめんなさい。今回も玉砕。今まで99人に振られ続けてきた。あの、え、青山さん。青山紗衣さんは頭が良くて真面目でクラス委員長をしてる。よかったら私と付き合いませんか。え、マジで言ってる。はい。と、気持ちは嬉しいんだけど、ごめん。だって誰でもいいわけじゃないから。先生、優しいから好き。先生、僕と結婚して。ごめんね先生、コウ君とは結婚できないの。これが俺の初恋と初めての失恋だ。その後も。マキちゃんかわいい。バレンタインチョコちょうだい。タケル君にあげるからダメ。ミナちゃんって美人だよな。付き合って。私イケメンしか無理。ともちゃんスタイルいいよな。好きなんだ。背が低い子はちょっと。また振られた。これも俺がイケメンじゃないせいだ。絶対高校デビューしてやる。そんな決意を胸に金髪に染め、ピアスして高校デビューしたわけだが、清楚な陽子ちゃんいいな。大好きです。チャラい男無理なんだよね。連続失恋記録は更新され続けた。惚れっぽいと思うかもしれないが、これでも毎回ちゃんと恋に落ちて告白し、失恋したら落ち込む。そして立ち直ってまた新たな恋に落ちるのだ。私が地味で冴えないから付き合えないんですか。いや、そういうわけじゃなくて、俺自分が好きにならないと告白しようと思わないし、付き合いたいと思えないから。じゃあ赤井くんが私を好きになってくれたら付き合える、そういうことですよね。まあそういうことになるけど。今まで私のこと意識したことありますか。と、ないかな。それじゃあまずは私を意識してもらうことから始めないとですね。あのさ、なんで俺に付き合おうって言ったの。赤井くんを好きだからに決まってるじゃないですか。と、なんで。だって俺たちあんま喋ったことないっていうか、全然関わりなかったのに。それは赤井くんがいろんな女の子を好きになって告白してきたからですよ。同情。同情ではありません。じゃあなんで。だってそれってその女の子たちのいいところを見つけてきたってことじゃないですか。それって素敵だなって思ったんです。そんなこと言われたの初めてだ。ですから今度は私のいいところを見つけて好きになってくださいね。うん。考えてみたら、告白は今までに何度もしてきたけど、告白されたのなんて初めてだ。しかもあんな真面目で頭が良くて恋愛なんて興味なさそうな青山さんに告られるなんて思ってもみなかった。告白断ってもったいなかったかな。でも青山さんと付き合うとか想像できないもんな。けど青山さんに私のいいところを見つけて好きになってくださいねって言われた時はちょっとドキドキしたな。って、めちゃくちゃ青山さんのこと好きになるフラグ立ってんじゃねえか。流されんな俺。これからどんなことが青山さんとの間に起こるんだろう。そんなことを考えて不安と少しの期待を胸に眠った。落ち着かなくて早く学校来ちゃったな。
赤井くん、おはようございます。は、青山さん、おはよう。いくら青山さんに昨日告られたからって俺、明らかに動揺しすぎだろ。恥ずかしい。昨日のこと、考え直してくれましたか？昨日のことって…男女交際のことです。赤井くん、私といかがでしょうか？いや、今は…って、その格好…何してんの？キャップ萌えを狙ってみました。真面目な地味女子の意外な姿、どうですか？そりゃドキドキするけど。恋の始まりですね。いや、それは違う。赤井くん、意外とそれほど単純ではなかったようですね。いいから早く直して。他のやつが来たらどうするの？自分以外に私のセクシーな姿を見せたくないという心情の表れですか？そうじゃなくて、青山さんが変態だと思われないように気使ってんの。それはお気遣いいただきありがとうございます。なんか青山さんってずれてるかも。私、赤井くんに意識して好きになってもらえるように今後とも努力していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうも。その後、青山さんからのラッキーではなく、必然ラッキースケベ展開が始まった。赤井くん、これって何て読むか分かりますか？俺、青山さんより成績悪いのに分かるかな。って、近っ。しかもいい匂いするんだが。ここなんですけど。ぐぎゃー。制服の隙間から胸が見える。赤井くん、どこ見てるんですか？ここですよ。やっぱ俺バカだから分かんねえわ。ごめん。赤井くん、どうしたの？水道の蛇口が壊れていたみたいで、制服が濡れてしまったんですけど。こっ、下着が透けてる。何か拭くものを持っていませんか？俺のジャケット着て。ありがとうございます。赤井くん、優しいですね。そんなことない。あ、え、わお、柔らかいもんが当たってる。赤井くん、助けてくださりありがとうございます。いや、どういたしまして。ただいま。こう、お帰り。友達来たから部屋に通しといたわよ。友達？青山さんって子。え、青山さん？ねえねえ、こうの彼女なの？礼儀正しくてすごくいい子じゃない。お母さん気に入っちゃった。そんなんじゃないから。お母さん、これから買い物行ってくるけど、なんかいる？いらない。なんで青山さんがうち来てんの？部屋まずいもん置いてないよな。青山さんって何脱いでんの？あの、これでどうでしょうか？渾身の姿になります。よわー、男の部屋で無防備な格好しないで。なんでこうなった？そろそろ赤井くんに私のこと意識してもらえてるんじゃないかと思いまして、ここで一気に勝負に出てみました。私のこと意識してもらえましたか？青山さんのこと意識しちゃってるよ。だって俺、初めての告白されたんだよ。そんなの意識するに決まってるじゃん。私のこと可愛く見えてますか？青山さんのこと真面目で地味な女の子だって思ってたけど、こんなに可愛いなんて知らなかった。私セクシーですか？うん。恋愛なんて興味ないって感じなのに、こんなに積極的でセクシーでびっくりしてる。私のこと抱きたいって思いませんか？そりゃあ、こんな姿見せられたら。いいですよ。え？赤井くんなら私いいですよ。失望したよ。え？青山さんがラッキースケベ展開を起こしてたのは分かってたし、実際にドキドキしてたし、青山さんのことを意識してたけど、
勝手に部屋に上がり込んでこんなことまでするなんて。私ごめんなさい。赤井くんは好きな人としか付き合わないって聞いてたのに、赤井くんの性欲を引き出してそれを利用しようとしてたなんて最低でした。え、青山さん、もう赤井くんには迷惑かけませんから、無理やり迫ったりしませんから、本当にごめんなさい。青山さん、青山さんだ。あの、次の日から青山さんは俺に一切関わらなくなった。これは恋願うと読みます。あ、青山さんに聞かれた感じだ。強く願う、切に願うという意味ですね。そうなんだ。あの蛇口本当に故障中だったんだな。ジャケット貸してあげた時の青山さんの反応すごく可愛かったな。青山さんがつまずいて俺に抱きついてきたこともあったっけ。青山さんちっちゃくて柔らかかったな。青山さんあんなに俺に話しかけてくれてたのに、今は話どころか目さえも合わないな。いるはずないか。気づけば俺青山さんのことばっか考えてるな。こんなんもう好きでしかねえじゃん。はあ、私なんであんなことしちゃったんだろう。初恋大切にしたかったのに。初めて赤井くんを知ったのは、彼の告白に偶然居合わせてしまったのがきっかけだった。私ってなんでこう先生に頼まれごとされちゃうんだろう。俺サイちゃんが好きなんだ。え、私って、そんなわけないか。誰だろう。体育倉庫を覗いてみると、そこには隣のクラスの赤井くんとクラスメートの山口彩子さんが立っていた。そっか、彼女もサイちゃんだから。ごめんなさい、赤井くんのことそういう風に思えないから。そっかごめんね、呼び出して。ううん、じゃあね。うわ、初めて告白現場見ちゃった。え、泣いてる？どうしよう。慰めに行くのも変だし、何もできないよね。私は赤井くんが泣き止んで立ち去るまで陰から見守り続けた。その後も私は至る所で赤井くんの告白現場に遭遇した。好きです。無理。付き合ってくれないかな。私彼氏いるから。お願いします。嫌です。恋大きい人というか、惚れっぽい人なんだな。でも失恋後の赤井くんはとても悲しそうで落ち込んでて、告白した相手を心から好きだったってことが伝わってきた。もし赤井くんが私を好きになったら、そして私も赤井くんを好きで付き合うことになったらどうなるんだろう。赤井くんは惚れっぽいけど浮気するようなタイプには見えない。私のことを一途に好きでいてくれる気がした。そう思ったら赤井くんのことを愛おしく感じた。赤井くんだ。2年で赤井くんと同じクラスになった。赤井くんは相変わらずいろんな女の子を好きになって、告白するたびに失恋してた。好きです。俺と付き合って。ごめんなさい。私なら赤井くんにこんな悲しい思いさせないのに。今回も玉砕。あの、え、青山さん、よかったら
私と付き合いませんか？え？マジで言ってる？はい。気持ちは嬉しいんだけど、ごめん。私が地味で冴えないから付き合えないんですか？いや、そういうわけじゃなくて、俺、自分が好きにならないと告白しようと思わないし、付き合いたいと思えないから。じゃあ、赤井くんが私を好きになってくれたら付き合える、そういうことですよね？まあ、そういうことになるけど。あの日から私は赤井くんに好きになってほしくて努力してきたけど、間違った方向に暴走して嫌われるなんて最悪だよ。ほっとこう。もう。赤井くん？青山さん、好きだ。え？俺、あれから青山さんのことばっか思い出して考えて、青山さんのことでいっぱいで、今まで好きになった誰よりも青山さんのことが好きなんだ。私、嫌われたと思ってました。ごめん。青山さんが俺に抱いてもいいよって言った時、青山さんはそんなことする人じゃないって勝手に失望しちゃって。失望して当然です。勝手に家に押しかけたこともいきなり脱ぎ出したこともどうかしてました。俺、青山さんのことを好きになりかけてたから失望が大きすぎてあんなこと言っちゃったんだ。でもそれからも青山さんのことが頭から離れなくて、青山さんのこと好きになったんだ。私も赤井くんが好きです。俺と付き合ってくれる？その前に一つお願いがあります。何？もう他の女の子のことは好きにならないで、これからは私だけ見ててほしいです。うん、青山さんだけだよ。その後、なぜか俺は女の子から告白されるようになった。コウ君、告白断ってましたね。あれさ、サエちゃんの差し金だよね。バレてました？俺の気持ちを試さなくても、俺はサエちゃんしか見てないから。それじゃあ証明してください。え？ここで？はい。サエちゃん、大好きだよ。私もです。どんな仕掛けをされたって、俺は一途にサエちゃんだけだから大丈夫。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ナナクマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。